If you like to drive around and talk about the latest happenings, this is the channel you need. So subscribe and follow Carmentary. Yo! Carmentary です! またまた!皆さんご存知ですか？こんな素晴らしいアイテム、わかりますか？これはマッサージ機でございます。これね、わかる？あ、抜いちゃった。これね、友達のナブさんにもともと紹介してもらって、Amazon でだいたい4000円以下で販売しているちょっとしたマッサージ機ですね。これブランドはナイポーって言うんですけど、ナイポー、他にもねいっぱい売ってた。だいたい3000円から5000円ぐらいの間で、これを車のコンセントある人はつないで、ない人はコンバーターが必要ですね。コンバーターつないでワンタッチでボタン入れるとマッサージプラス熱、電気でね、赤くなってる時は熱も出てます。これが気持ちいい、気持ちいい。そしてこれ、この揺れ、グラグラ、これね、なるべくこう高いところでこう肩甲骨周りでスタート、肩甲骨だいたいここテンション張ってるところですね。だいたいみんなストレス溜まってここが硬いよーと、でそこだいぶこういい感じになったらちょっとピュッと起き上がるとマッサージ機が下がります。下がったとこまたゆっくりと揉んでもらって、そこいい感じだったらまたちょっとグッと、こんなようにちょっとずつ下げて下げて下げて腰の一番低いところまでやります。だいたい15分1セットで、気持ちいいんですよね。これもうやめられないわ。これからね、旅とか行ってもこれだけは持っていこうかなと思ってます。ほんといいんだよね。この運転の時結構疲れてね、こう椅子に座ってると、あのエコノミー症候群っていう病気じゃないね、なんて言うんだろう、こう症状あるよね。動かない時間が続くと血流が悪くなって非常に体に悪いんで、これ使ってるとすごいいいんだよね。法律違反ではないと思います。まあこれを使って眠くなる人いたらやめてください。はい、僕は全然こう目もうさすっきり、もう逆に目覚める、すごいいいと思う。はい、十分に宣伝しましたね、モバイルマッサージ機。はい、次、軍手、プチプチのゴム付き軍手。軍手ってなんで軍手って言うんですか？さっきちょっと見ててね、気になった。軍って軍隊の軍ですか？他にあるのかな。でもな、軍の人が軍手してるところ見たことないしな。なんで軍手って軍手ですか？はい、今日の質問よろしくお願いします。そして今日のメイントピックはこちらです。ドン！カルメンテリーとニールズギアルームが一緒になってしまった感じなんですけど、新しい買い物しました。オスモ、わかる人がわかる、これはビャン、これです。 DJI が去年だっけ、出した超ミニ、ギンバル付きカメラユニットでございます。これですね、モニター付き、これカメラとギンバル、こんなサイズ、ものすごいちっちゃい、手にも入っちゃうね。
これしばらくね欲しかったけどなかなか買えなくて、昨日 DJI のお店に行って手に入れました。楽しみです。新しい映像撮れますね。これはどういう使い方する予定かというと、仕事でカメラを使っていろいろ撮影してるんで、そういう時はだいたい一眼レフ、大きいカメラと一番ベストなクオリティ出せるレンズで、レンズ交換しながらいろいろこう撮影していくっていうのが仕事のスタイルだけど、この YouTube とか、まあ、旅する時常にカメラを持ち歩いて、動画いろいろ撮りたいけど、そういう時ね、そのでかい一眼レフって結構邪魔だったり、ちょっとした時にパッと出して撮れないんで、そのために今まではソニーの RX100M5 っていう ポケットデジタルカメラっていうのかな、それを買って使ってました。これもいいカメラ、映像綺麗、写真も動画も全部撮れる。でも高いんだよね、12万円もしたカメラで、結構繊細、落としたら一発で壊れそう、もう軽く落としたらアウトで、なんか緊張感があるんだよね。そのために割といつもケースに入れてたり、そのままこうポケットに入れることなく、ちゃんとなんか守ってるケースに入れる、それだけで出すの一歩遅くなるし、立ち上がりが遅い。電源入れてモード決めて、なんかこうハイテックなだけにちょっと遅い。それで結局ね、だいたい GoPro か、これを撮ってるオスモのアクションみたいな、アクションカメラだったらワンタッチで電源入ってすぐ撮れる。まあその代わりレンズがすごい魚眼だったり、まあ、いろいろちょっともしかしてこれからやりたいことってこれかもなと思って、ギンバルでブレないでしょ、歩きながらすごい滑らかな映像、タイムラプスも撮れたり、これ 4K60p までいけるはず、すごいスーパースローと、モーションタイムラプスとか、あと顔認証フェイストラッキング、自分の方に向けてこう動いてもちゃんとカメラが自分を追ってくるとか、あとちょっと最近やりたいのは、自分の子供にこれを渡して子供の目線で撮る。これ結構子供もちっちゃいモニターついてるから撮れるし、まあ結構これ落としても割と丈夫で、ソニーの RX100 ほど繊細じゃないかなと思っております。ちょっとこれからまた新しいタイプの映像と新しいタイプの動画は作れるかなと思ってます。それのデビューがですね、今週木曜日から25日から夏休み、北海道の小学生、うちの娘と中学生一人いるけど、夏休み入って一緒に家族で四国に行ってまいります。次のこれちょっと仕事半分、家族の旅行半分混ぜてますけど、四国の内子町に家族を連れていろいろ撮影しに行きます。その時オスモのこのカメラでいろいろ撮って YouTube にアップしたいなと思ってるんで、まあ興味あったらまた見てください。ということで今日のカルメテリは DJI のグッズ紹介で終わるのか。何もコメントしてねえじゃないかよ。買い物紹介しただけだろお前。すいません、じゃあコメントつきます。昨日ある北海道の、専門学校で、ゲストの先生をやってきました。2回やって、昨日は2回目だったけど、ドローンのパイロットの資格を取ってこう勉強してる子たちに、ゲストでこう先生になってくださいっていう話をもらってきました。そこで、若い子、男4人の生徒に、ドローンの撮影の仕方教えに行ったんだけど、なんかそういうことやるといろいろ考えるチャンスをもらって、まあ若い子と話するのも、面白いし、
で自分の好きなこう映像の話でドローンっていう、まあ、ちょっと専門のところをこう教えに行ったんだけど、結局僕の教えは編集は大事ですよっていう話でした。でこれみんなにもあのクリエイターとか映像好きな人はこういうニールの YouTube は見てる気がします。車で使うマッサージ機もおすすめですけど、映像関係、写真、動画、ドローン、何やるにしても一番大事なのは編集すること。で仕事で編集はしないよって言っても関係ない。自分がカメラ専門、例えばまあ写真大好きで写真家になりたいとか、もっと写真上手くなりたいんだったら写真のレイアウトする仕事をしなさいって感じ。例えばウェブサイトを作って、ウェブサイトにいろいろ写真をレイアウトしたり、自分の写真、他の人の写真でもいいし、もうそれを人に見せるものとか仕事じゃなくてもいいんで、それ練習でやるっていうのが大事で、今回はドローンのパイロットになろうとしてる人たち、ドローンで撮影するだけじゃ何にも勉強しない、何にもね上手くならない。その映像撮ってきて帰って、それをちゃんと映像の編集ソフトに入れて、並べて切って順番決めてスピード変えたり、いろいろ操作することで、その映像の責任っていうのが初めて出るよ。で撮ってきたものが足りてるか足りてないか、撮り方に問題あるか問題ないか、初めてそこで分かる。でもう一回それで修正して撮りに行く、この繰り返し、これがすっごく大事。だからドローンの、練習の前に、まあ前にっていうか、まあ同時に、同時進行でこれやらなきゃダメだと思うんだよね。とにかく映像撮ったの、編集して形にする。そしたら自分に何が足りなかったかっていうのが分かる。まあ、年齢関係ないんですかね。若いクリエイターも、今の時代は年齢関係ないね。もう50からカメラにハマって、フィルマーになりたいとかね、クリエイターになりたいっていう人もいるし、いてもいいと思うんだよね。でも、大事なのはね、まず編集すること。で、編集ソフトの、使い方、学びながら、映像ってこうやって組み合わせると、こういうことできるんだ。じゃあ次はこんな撮り方しよう。めっちゃ上手くなりますよ、これやったら。もうこれだけでもうほとんどの企業秘密をバラしてしまった。お願いします。でなんでこれねみんなやらないかって言ったらね、編集はめんどくさい、めんどくさいんだけど、一番すごいとこなんだよ。一番のもうボスなの、実は。編集マンはもうボスで、編集と監督ってすごい、ここ近い、ここは左腕右腕、なんかほんとこうセットなの。映画の世界、テレビの世界、もうやっぱりね、口ばっかりこう指示だけする監督もいるけど、実際こう入って自分でやる人もいるし、いろんなタイプいるんだけど、絶対そこはねすごいセットなんですよ。ぜひ皆さん、クリエイターの皆さん、勉強、編集の勉強してみましょう。はい、長くなりました。これぐらいにしときたいと思います。じゃあコメントお待ちしております。軍手ってなんで軍手って言うんですか。今日の質問です。ハードワーカーの皆さんに軍手おすすめします。僕は大好きよ、日本の軍手。アメリカにはないね、こういうコットンの白い軍手は。アメリカはない。アメリカは大体革の手袋だな、ゴムか革だな。それではまた次のカルメンテリで会いましょう。いつも聞いてくれてありがとう。 Drive safe!
If you like to drive around and talk about the latest happenings, this is the channel you need. So subscribe and follow Carmentaries.